スティン・アービン・アップトンは、アメリカ合衆国バージニア州ノーフォーク出身のプロ野球選手。宇藤右打ち、MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。メディアによっては、聖のアップトンは、アップトンと表記されることもある。愛称は、J アップ。3歳上の兄、BJ アップトンは、2002年にタンパベイデビルレイズから一巡目で、指名され、2004年8月に19歳で、 メジャーデビューを果たしている。ドラフトジュニーという観点では、1991年、全体4位指名のドミトリー・ヤングと2003年、全体1位指名のデルモニヤングを上回る過去、最高の兄弟である。父マニーは、学生時代に野球とバスケットボールの経験があり、2008年現在は、NCWA のバスケットシンパニー。 母イ・ボンヌは若い頃はソフトボールに打ち込み、中学校と高校で体育教師をしていたというスポーツ一家に生まれ、厳格な教育方針のもと、規律正しく育てられた。ジャスティンは幼少時から BJ と競い合い、毎日のように庭でプレーしていたと当時を振り返る。13歳の頃には、早くも MLB のスカウトに注目されるまでに成長していた。 2004年、全米高校代表チームに選出される。台湾で開催された、アイブフ世界ジュニア選手権に出場した上、6試合、打率。417-43塁打、1本塁打、5打点と活躍。2005年は、54打席で打率。519.11本塁打、32打点、29得点、7盗塁をマークし、 前年に引き続き全米高校代表チームに選出されたほか、ベースボールアメリカ史とゲータレード社が表彰するハイスクールプレイヤーオブザイヤーをダブル受賞。さらには、ベストアスリート、ベストゴツールタレント、ベストピュアヒッター、ファステストベースランナー、ベストディフェンシブプレイヤー、最も MLB に近い選手の6部門に挙げられるなど、アマチュア時代から、 瞬速コ高打の遊撃手として高い評価を受ける。アリゾナダイヤモンドバックス時代2005年6月7日に MLB ドラフト一巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名を受け2006年1月6日契約が成立しプロ入り。契約金610万ドルは当時の史上最高額であった。2006年から外野手に転校。参加の永久。 サウスベンドシルバーホークスにおいて113試合、打率。263.12本塁打、66打点、出塁率34。343オプス、756.15、盗塁をマークし、6月20日、ミッドウェストリーグのオールスターに出場。シーズン終了後、チーム内の有望株リストで1位にランクされ、ベストヒッター4アベレージとベストアスリートに挙げられた。 2007年は A 級バイセイリアオークス、AA 級モービルベイベアーズにステップアップ。通算で103試合、打率。319.18本塁打、70打点、出塁率。410、19盗塁という数字を叩き出すと、7月8日はオールスターフューチャーズゲーム、翌9日はサザンリーグのオールスターに出場。 トップス社とベースボールアメリカ氏が選ぶオールスター、チームにも選出されたほか、USA トゥデイ氏のマイナーリーグプレイヤーオブザイヤーを受賞した。8月2日、19歳11ヶ月の若さでメジャー初昇格を果たす以来、同日のサンディエゴパドレス戦の9回表、エリック・バーンズガ外シ手の打席で代打として登場。デビュー戦は1打数無安打に倒れたが、 8月4日のロサンゼルスドジャース戦において7番右翼手でスタメン起用され初安打を放っている。最初の9試合で7本の長打を放ち、その後は失速したものの43試合に出場して経験を積んだ。またプレイオフでは6試合に出場し、14打数5安打、1打点合死910出塁1盗塁2得点と活躍した。 2008年3月9日、1年間の契約延長が成立。オフの間に体力強化とバッティングフォーム修正に努めたことが功を奏し、スプリングトレーニングで好結果を出すと、プロ3年目にして早くも開幕ロースター入りを果たした。なお、昨季すでに130打数をクリアしているために、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの資格は失行している。4月は打率。 340、出塁率、385オプス、962位と、ースタートを決めたが、5月から6月の月間打率は、それぞれ、216、123と不振に陥り、7月9日の練習中に腹筋を痛め、前半戦残り試合を全休。2009年は、開幕からレギュラーとして、試合に出場し、打率、300を、 クリアしたほか20本塁打20盗塁を同時に記録した。一方で138試合の出場で137、三振を記した。2012年8月3日に、通算105本塁打を記録した。2013年1月にタイフアンウォーカーら若手、有望株との交換で、シアトルマリナーズの遺跡が決まりかけたが、拒否権を行使して、トレードは、破断となった。 アトランタブレーブス時代2013年1月20日に、マーティン・プラド、ランドール・デルガド、ニック・アーメド、ジーク・スプライル、ブランドン・ドルーリーとのトレードで、クリス・ジョンソンと共にアトランタブレーブスへ移籍した。BJ もブレーブスに移籍したため兄弟が揃って、プレーすることになった。4月23日のコロラド・ロッキーズ戦の5回に、兄、BJ に続いて、本塁打を放った。 兄弟連続ホームランは、ポールウェーナー、ロイドウェーナー兄弟に続いて、メジャーで2例目で、75年ぶりだった。ジャスティンは、同日に行われた、ダブルヘッダー1戦目でも本塁打を放っており、この連続本塁打で、本塁打数を11とした。4月に11本の本塁打を放ったのは、ブレイブス球団新記録である。最終的には月は本の本塁打を放ち、 月間 MVP を受賞した。その後失速したものの、最終的には、自身3度目の25本塁打以上となる27本塁打を放った。一方で161三振を記した。2014年、事故2位となる34二塁打、29本塁打を放った。得点圏では、228と打てなかったが、自身初の100打点超えとなる102打点を記録した。 一方で前年を更新する171三振を喫した。盗塁は2009年から4年連続で18盗塁以上を決めていたが、2013年からの2年間で、計16盗塁に止まっている。シーズン終了後、2011年に続き、自身2度目のシルバースラッガー賞を受賞した。サンディエゴパドレス時代2014年12月19日に、 ジェイス・ピーターソン、マックス・フリード、ダスティン・ピーターソン、マレックス・スミスとのトレードで、アーロン・ノース・クラフトと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2015年は、150試合に出場し、打率。251、26本塁打、81打点だった。オフの11月2日に、FA となった。デトロイト・タイガース時代2016年1月20日に、 デトロイトタイガースと6年1億3275万ドルで契約を結んだ。タイガースでは制裁抑止として起用され、前半戦終了時点では85試合で打率。235.9本塁打、38打点、オプス0.670だった。オールスターゲーム明けも打率は上がらなかったが、最終的には153試合に出場して、 キャリア最多タイの十一本塁打、同三位の八十七打点を記録。打率は二百四十六と低く百七十九三振もリーグワースト三位だった。なお同年通算二百本塁打を達成。二千十七年八月三十一日にグレーソン・ロング後日発表選手、金セントのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。 9月1日のレンジャーズ戦で移籍後初出場を果たした。9月13日のアストロズ戦で移籍後初本塁打にしてシーズン29号本塁打を記録し、シーズン100打点を記録すると同時に通算250本塁打達成となった。最終的に自己最高となる35本塁打、109打点、オプス901を記録し、 自身3度目のシルバースラッガー賞を受賞した。オフに、エンゼルスと2022年までの5年総額1億600万ドルで契約延長した。2018年8月21日、自宅で割れたワイングラスで負傷し、故障者リストに登録された。この年は145試合に出場し、打率。257.30本塁打、85打点。 オプス808を記録した。2019年はロサンゼルスドジャースとのオープン戦で守備中に左のつま先を痛めて離脱。復帰初戦となった6月17日のトロントブルージェイズ戦では4番に起用され、第1打席の初級で本塁打を放った。8月は打率200と苦しみ、9月には復調の兆しが見えたが、同14日に、 右膝の治療のため19年シーズンを終了することを発表した。2020年2月7日、1月にヘリコプター事故で急性したコービー・ブライアントへ追悼の意を込め背番号を10に変更した。若い頃は、ケングリフィー・ジュニア2世の呼び声も高いホープ中のホープで将来の伝道入り候補とも言われていた。 ベースボールアメリカ史の有望株リストでは2006年版2位、2007年版9位にランクされていた。時折集中力を欠いたプレーが見受けられるなど、さらなる学習と鍛錬が必要である。ありがとうございます。